京阪神観光線は、西日本旅客鉄道の京阪神地区ののうち、東海道本線京都駅神戸駅間と、山陽本線神戸駅西明石駅間で、運行される、各駅停車の日本国有鉄道時代の通称である。JR かごこの区間は、JR 京都線を呼び、JR 神戸線と呼ばれるようになった。競技の区間は、上記の通り、京都駅西明石駅間であるが、 国鉄末期の1985年3月14日の加古川駅、草津駅への延長を皮切りに2004年10月から2013年3月までは安駅加古川間が主な運転区間となっていた。現在は草津駅加古川駅間で運転されている。本校では京都駅西明石駅間を中心に記述し、関係する項目に関して琵琶湖線安駅京都駅間、 西明石駅加古川駅間をはじめ、湖西線、福知山線、JR 東西線などの直通運転区間も含めて、記述する。京阪神観光線という名称は、路線名としては存在せず、運転系統として、鉄道市見市などで用いられた通称である。普通電車、または単に普通と呼ばれることが多い。これらも京阪神間の普通電車を指すのに用いられた。 特に戦前から1957年までは、現在の新快速や快速に相当する列車を、急行電車、各駅に停車する電車のことを、観光電車と呼び、運転状態の急行列車や、中長距離普通列車と区別していた。その後も東海道、山陽本線の普通電車として、観光電車、または、京阪神観光線などと、 国鉄時代に関係者や鉄道市民者の間では別称も含めて広く使われていたが国鉄分割民営化後は JR 西日本において琵琶湖線、JR 京都線、JR 神戸線などの愛称が定められたことをはじめ国鉄末期からの運転区間の拡大や JR 東西線の開業に伴い福知山線や JR 東西線などとの 直通運転の開始によって定義が曖昧になっている。基本的に東側は京都駅、高槻駅発着で、西側は須磨駅、西明石駅発着である。始発や最終を中心に大阪駅発着の列車も設定されており、朝6時台には甲子園口発の列車も設定されている。神戸始発の列車も西明石駅、京都駅の両方向に設定されている。 一往復のみ、水田駅折り返しが設定されている。長席時間帯は運行本数が多い。神戸駅、天ヶ崎駅発着の列車も設定されている。日中時間帯は1時間に8本運行されている。ただし、京都駅高槻駅間及び、スマ駅西明石駅間では運行間隔が広がる。京都駅、高槻駅大阪駅スマ駅。 西明石駅間の系統、天ヶ崎駅西明石駅間の系統、高槻駅大阪駅甘ヶ崎駅対間の系統の3系統が15分おきに運転されており、天ヶ崎駅では東西線、宝塚線直通系統を同一ホームでの乗り換えで接続させている。大阪発基準では7の8分間隔となっている。神戸線区間では1998年10月3日、 改正で西明石駅発着に統一されたが、2006年3月18日改正で日中時間帯の京都駅発着系統が須磨駅発着に変更された。平日の長夜は東側で琵琶湖線の草津行き、西側で JR 神戸線の加古川駅発着列車が設定されている。1985年3月14日に 朝夕ラッシュ時と日中の1時間に1本は、加古川駅発着になったが、1991年3月16日に、快速が加古川駅発着に延長されたのに伴い、朝以外は、西明石駅発着に戻された。大久保駅南側の神戸成功工場跡地が、大規模マンションとなったことから、平日長時間帯に1本、大久保始発の列車が設定されている。このように、 京都駅西明石駅間を中心とする直通運転のため運転区間が 100km を超えるものも設定されている。駅間距離が長く運転速度が高い一方で新快速、快速との接続のため制約の多いダイヤなど条件が厳しく207系、321系の性能をフルに活かしたダイヤを組んでいる。列車番号は 西赤市方面へが下り扱いとなる。列車番号の最後につくアルファベットは C で列車番号から C 電と呼ばれることもある。福知山線の普通のうち JR 京都、神戸線で内側線を走行する列車も C となっている。電車は福福線の内側線を走る。1986年10月31日までは追田駅、甲子園口駅を 始発、終着とする列車や、1950年代前半までは、朝夕ラッシュ時に、高取駅、住吉駅を往復する神戸市内の区間、運転電車があった。阪神、淡路大震災被災後は、西から、西明石駅、須磨駅、神戸駅、灘駅、東からは、甲子園口駅、芦屋駅、住吉駅とそれぞれ運転再開区間が、拡大していった。 アーバンネットワークの特徴として、多線区との直通運転を柔軟に行っている点があり、前述のように JR 東西線を介して、最長で片町線の木津駅を経由し奈良線、関西本線の奈良駅、福知山線とは、最長で新三田駅から、それぞれ直通運転を実施している。ただし、学研都市線の木津発は、朝5時台の西明石駅区間快速2本。 奈良発は、平日、と休日とも朝2本。奈良行きは、平日、と休日とも夜に2本のみである。長時間帯には、京田辺駅、松井山手駅、長尾駅、宝室駅、四条縄手駅発着の系統。日中が、四条縄手駅発着。夕方は、松井山手駅発着と四条縄手発。深夜は、四条縄手駅と、松井山手発が設定されている。 JR 宝塚線へ直通する電車は、日中は宝塚行、朝夕は新三田行となっている。以前は、全時間帯で新三田駅までの運転や、篠山口発の高津企業が存在していた。321系の投入に伴って、201系が森の宮電車区と奈良電車区に、205系が姫野電車区に転出し、 最高速度時速 120km 対応の2 0 7系、3 2 1系に統一された。その後、ひねの電車区に転出していた2 0 5系が、宮原総合運転所に配置され、2011年3月14日から2013年3月16日まで運用された。2 0 5系例番台戦前の京阪神、観光船では、 全面に行き先表示板を掲示することはなかったが、4 2五5 1系など戦前製の車両には、車体中央部の幕板に、手動の行き先表示幕があり、右書きで、京都行、神戸行などと表示をしていた。戦時中から戦後の混乱期にかけて、側面の行き先表示幕は使われなくなり、ほとんどの車両では更新修繕などの機械に塞がれてしまった。また、 戦後の混乱期には、全面に、直接チョークで行き先を書き込んだりしていた。その後、世相が落ち着いてきた1949年頃から、全面に行き先表示板を掲出するようになった。当初は、京都、西赤市と、単に行き先を書き記したものだけであったが、1950年以降、現在でもよく知られる、梱字の放浪板に、 白枠で描いた図形の中に行き先を表示し、図形の下に、ローマ字で行き先を表示した行き先表示板に順次取り替えられていった。行き先と図形の組み合わせは、西明石イコール四角、明石イコール菱形、神戸イコール奮闘型、大阪イコール丸、高槻イコール五角、京都イコール三角となっており、行き先の文字が判別できなくても、図形を見れば、 行き先がわかるようになっていた。また、区間運転の場合は、スイター・マガサキなどの区間表示式の行き先表示板を掲示した。その後、1960年以降に転入してきた前、金属製の区十 79K920 番台など、72K で全面行き先表示機が設置されていた車両についてもこれを使用せず、行き先表示板の掲示を継続した。しかし、 折り返し時における表示板の交換は煩雑かつ危険を伴うものであったことから1963年以降、京都西明石などの区間表示式の行き先表示板に変更された。ところが1969年に百三系が投入されると全面行き先表示器は手動式であったものの大阪、高槻などの行き先のみの表示のほか、京都甲子園口、 高月西明市などの区間表示のコマも存在するなど、各校先のコマは準備されていたにもかかわらず、どの行き先においても普通を表示し、これらの表示幕は使用されなかった。また5 1 7 2系といった旧型車も行き先表示版の掲示を取りやめ、京阪神観光船から前面の行き先表示が消えてしまった。1974年に投入された、 量産冷房車では自動式の行き先表示器が全面、側面に設置されたことから行き先表示を復活。1975年以降に登場した冷房改造車も含め大阪、高槻などの行き先を表示した。ただし自動式行き先表示器を装備する編成でも緊急時などは普通表示で運行する場合があった。 比例防編成は量産冷房車の登場以降も普通表示のままであり、旧型車は行き先表示板の形質が復活なされないままに運行を終了した。201.205K では全面黒字に白字、側面は白字に黒字の表示であったが、201K 体質改善工事試行車の登場前後から、側面表示幕も黒字に白字に改められた。 また、2 0 5系1編成が一時期 LED 表示の試作改造を実施されたほか、半和線に転出していた2 0 5系が体質改善工事を施行されていち、次期系半信観光線に戻ってきた際には、前面、側面の方向膜が LED 表示に取り替えられた。現在の2 0 7 3 2 1系では、行き先表示と種別表示が分離されており、行き先表示は LED、 種別表示は幕で表示されている。京阪神観光線の歴史は、1934年7月20日の水田駅スマい機関の電化開業と同時に、それまで運転されていた C10 系、C11 型などが経営する京阪神間の区間運転列車を置き換える形で始まった。最初の電化区間が水田駅スマい機関であったが、これは1926年の 第52帝国議会で、電化計画の協賛を受けた大津駅や菓子駅間の一部で、あったことと、大阪、神戸両市内の高架工事完成後は、大阪駅、神戸駅での折り返しが困難になることから、周辺部からの集客を兼ねて、同区間で電化を実施した。この時、大阪駅神戸駅間では、急行電車も運転、塚本駅東灘信号場間は複々線に、 なっていたことから、内側線に急行と、客車列車、外側線に、各駅停車と、貨物列車を運行し、現在と異なる使用法であった。須磨駅キ・ア駅間でも電化工事を実施していたが、完成が、ス田駅須磨駅間の電化開業に間に合わなかった、ことから、電車に接続する形で、ガソリンカーを運転していた。2ヶ月後の9月20日には、ア石駅まで、 電化区間が延長され、各駅停車は、水田駅明石駅間の運転となって、ガソリンカーを置き換えた。電化と同時に、宮原電車庫に投入された42系電車は、各駅停車用としてはもは43黒ハ59の2両編成を基本編成として、日中15分間隔、ラッシュ時には、上り側2区ハ58もは43を増結した4両、編成。 さらにもは42を増血した5両編成を10分間隔で運転した。各駅停車でありながら2等車を連結しているのは関東の京浜線同様都市間輸送路線であったことと、まだマイカーが普及していない時代であったことから、電海以前から2等車の需要が高かったことが挙げられる。また、この地域では当時から女子の高等教育機関が多く、 女学生の通学に二等車を使うことが多かったことも二等車連結の理由に挙げられている。42系電車は当時の省電としては破格の車両であったが、並行するライバル施設の車両から比べると三等車のせずりが板張りであったりしたことがやや遜色があったと言える。しかしながらオーソドックスなデザインは極めて好ましいものがあり、 のちのちまで多くの鉄道愛好者から好かれる車両となった。このように単編成によるフリークエントサービスを行ったのは、電化以前からのサービス向上も、さることながら、阪急電鉄、阪神電気鉄道といったライバル施設を意識した面もある。電気運転の開始と同時に、六甲道駅などの新駅を開業し、合わせて粘り強くフリークエントサービスを実施したことが、 沿線での都市化の推進と乗客の獲得に寄与し、その相乗効果で、さらに乗客数が増加し、本数増発、車両増結につながっていくこととなった。各駅停車の増発、増結は、四十42.43に余裕があったことから区五58を増備することで対応し、中でも百三十六年に登場した区五十八のラストナンバーである、 国家58,025は42系の側面に半流線型の前面を持つ極めてスマートな車両であった。その後、1937年10月10日の水田駅京都駅間の電化を前に同年8月10日に赤市奏車場の一角に赤市電車区を開設、その後40年近くにわたって京阪神観光線を走り続けることとなる。 もは51区派68区路派69の51計画形式を申請投入した。京都駅までの電化開業後、各駅停車の運転区間も京都駅明石駅間に延長され、流電もは52や半流43系を主体とした京都駅、神戸駅間の給電が、現在の新快速、快速のルーツになったのと同様、現在まで続く。 京阪神観光船の原型がここに確立したので、ある。また、同時期に、神崎駅、住吉駅、高取駅に折り返し線が設けられ、ラッシュ時の区間運転が開始された。戦時体制京都駅まで、電化開業した時には、すでに日中戦争が始まっていた。この頃から、戦略物資を中心とした。 統制経済の拡大と車種の抑制が図られるようになっていたが、鉄道省もそれに呼応する形で、1938年11月1日から、省電区間、具体的には、京浜線と京阪神観光線での二等車の連結を廃止した。この時点では、黒葉59.69の両形式は三等代用として使用されていたが、1940年から黒葉59、 系の3扉化改造を実施することになったまた、この時期の変わった話題としては、当時の半和電鉄が車両不足を補うために、鉄道省に電車の貸し出しを申請。東京鉄道局から模波34区三38の2両編成を借りたのはいいが、半和自慢の模様100もた300等に比べるとあまりにも、お粗末な内装に乗客だけでなく会社側からも、 不満の声が上がり、慌てて、この二両編成を、水田駅神崎駅間の小運転に投入すると、共に、半話には模四43区五58の二両編成を、貸し出すこととなった。この貸し出しは、半話が、南海に合併され、後に国有化されるまで続くこととなる。その後、日本は、太平洋戦争に、突入、1942年11月14日には、 急電を廃止し、これらの車両も観光用に投入した。しかしながらモハ52は流線型で乗務員用のドアがなかったため、混雑の中で交代に手間がかかって乗務員に嫌われてしまい、編成の中間に付随車代用として組み込まれることとなる。また、この頃、輸送力増強として、上等、西成線のモハ 60, 区波55と本線の模波51、 区六68をトレードして対応していたが、ついには、このような小手先の対応では、どちらの需要も賄うことができなくなってしまった。そこで、42系を4扉化して、上等、西成線のモハ40系の台車と振り替えて、上等、西成線に投入、代わりにモハ40系をモハ五51として、ロングシートのママ系阪神観光線に投入する、という計画が立てられた。 この改造は、乏しい物資をやりくりしながら、積極的に実施され、第1号のモハ43,028、区ハ55,106、合戦943年に登場した。その後、多くのモハ 43, 区ハ58が4扉化改造されることとなり、形式もモハ 64, 区ハ85と改められた。そして、あの区ハ58,025も4。 扉か改造をされてしまい、区万85,025を経て、最後は区万79,055となった。これらの改造と並行して既存の車両の座席撤去、ロングシート化も推進され、1942年に横須賀専用の二等車として転出した黒ハ6 9 0 0一、零零2を除く黒六69、区六68の全車が区五55に編入された。 これらの非常措置と合わせて、1943から1944年には、もは6自由を、増備、1944年1月には6両化を、実施して輸送力の強化を図り、直後の1944年4月1日には、赤市電車区の南側にあった川崎航空機、赤市工場への通勤客の輸送手段を確保するため、赤市電車区の構内に、西赤市駅を設置、 定期券所持者のみの客扱いを開始した。この西赤市駅延長で、京阪神観光船の基本運転区間が確定した。空襲被害しかし、関係者の努力が通用したのもこの段階までだった。1945年に入ると、日本本土が激しい空襲に見舞われ、京阪神観光船の沿線でも3月14日の大阪、3月17日の神戸漁師の大空襲を、 川切りに攻撃が行われるようになった。京阪神観光線の電車の被災は、1945年3月17日の神戸大空襲の際に、神戸駅で停泊していた電車2両が全焼したのが始まりだった。その後は、沿線各地の空襲に巻き込まれて被災するようになり、7月7日の川崎航空機工場への空襲では、隣接する赤市電車区も大被害を受け、 流電もハ52系のラストナンバーである、もは52006が全焼するなどの被害を受けた。8月6日には、住吉駅構内で、半流もハ43のトップナンバーである、もは43038ほか4両が被災した。戦災以外にも、物資不足によって故障者の補修も、ままならず、車両の稼働率は目に見えて低下していった。このような状況の中、 8月15日の終戦を迎えたのである。終戦直後戦後初期の方が戦時下より混乱がひどかった。軍事工場への通勤はなくなったが、それに代わる多くの買い出し者や帰国した福音者に引き上げ者たちが電車に殺到した。しかし、肝心の電車は空襲による被災と故障者の増加で稼働率は大幅に低下しており、数少ない稼働者も 修繕部品の不足から故障者の仲間入りする車両が増加した。このような中でも、連合軍専用の、いわゆる、白帯車指定は、京阪神観光船に対しても行われ、旧、黒葉 69, 黒五59出身者を中心に、区五55が7両白帯車に指定された。京都駅高槻駅間と明石駅、西明石駅間では、運転本数を削減して、 予備車を捻出、その間に故障車の修理を急いだほか、客車列車の不足を補うため、大阪駅姫路駅間で C51 系牽引の42系の故障車ばかり、集めた列車を運転した。このような混乱も1946から1947年の間に63系の投入などで、状況は好転の兆しを見せ、 戦時中に撤去された座席の整備や板張り窓の窓ガラス補修、室内灯の整備などが行われるようになった。このうち座席整備では2、扉車はクロスシートの復活を実施したが3、扉車と4、扉車ではロングシートの整備を実施し、この時点では51系7時の旧クロスシート車もロングシート車として整備されることとなった。こうして、 京阪神観光船は徐々に復興し、ラッシュ時の水田駅神崎駅間と住吉駅高取駅間の区間運転が復活した他、1949年4月には京都駅大阪駅間に宮電が復活、6月には神戸駅まで完全復活することで、ようやく宮電、観光を合わせてダイヤ面では戦前の状態に復旧した。 車両の復興ダイヤ面での復興が完成すると、次に車両面の復興が行われることになった。具体的には、戦前同様のクロスシートサービスの提供である。このために、東西を股にかけた、大掛かりな車両の転配属が実施された。まずは、急行電車に80系を投入。それまで使用していた、もは52や、半流も、は43を、 阪和線に転出させただけでなく、残りの整備済みの42系を横須賀線に転出させ、横須賀線に応援に入っていた63系をた、線に振り向けた。同じ時期に、関西地区の63系の大半を関東地区に転出させており、これらの車両を元手に、戦前、中央線に配属され、戦時中にもは41型への編入改造を受けた。 もは5万1001から5万1026のうち、戦在配車の3両を除いた23両全車を、京阪神観光船に転入させた。続いて、京阪神観光船に残留していた、戦時中の4扉改造車を、上等、西成線に転出させ、代わりに51系出時の旧クロスシート車を中心に、3扉車を京阪神観光船に転属させた。 70系の投入以後1951年の、初めには、横須賀線と同時に、京阪神観光線にも70系が投入された。当初は、モハ70だけの投入であり、横須賀線とは、ジャンパ線が違うことから100番台に区分されたほか、都職も、だけ式に合わせて、武道職一職であった。こうして、京阪神観光線所属車両の大半が 扉車となったことから、1951年から1952年にかけて、宮原電車区、明石電車区所属の3、扉車について、一部の車両を除いて70系と、同様のクロスシートの整備、復活が行われた。整備に際し、モハ5万1001から5万1026については、ギア比を変更して、元からの大鉄所属車と性能を合わせている。その後、 1953年の形式称号改正の際にはこれらのクロスシート車はすべて51系に編入されたが、模波54や区波68のようにオリジナルの車両より他形式からの改造車の方が多いといった形式も発生している。また、1951年11月に白帯車の運行が廃止されると、旧白帯車の運転台側を二等室として、 仮整備して運行する一方、関東に転出していた黒葉69,001-002を明かしに呼び返し、合わせて9黒葉69の区派55ともども戦前並みに復元する工事を実施した。この復元工事では単に復元するだけでなく、内装を当時の花形であった特別に当社に合わせてローズグレーの塗りつぶしにしたほか、 シートはさすがに戦前同様固定クロスとロングのセミクロスシートであったものの、モケット値も円磁色として、室内灯のカバーも特別に当社と同じものを取り付け、後に蛍光灯が実用化されると真っ先に導入されるなど、当時の担当者が電車の特労と自負するくらい残った内装である。当時申請中だったサロ85サロ75と比べても遜色ないほどになった。 これらの工事が終了した1953年、五郎には、車両面での復興も成し遂げただけでなく、多くの面で、戦前のレベルを超えたものになっていた。戦前とは違い、3、扉クロスシート車で揃えられた編成は、他線では見られない魅力を持つものであり、西の京阪神観光線、東の横須賀線として、多くの鉄道愛好者にもてはやされた。その中でも、 白人でも言うべき黒六69組み込み編成は、西明石側から区六68も派70も派、70黒六69の4両で編成され、ラッシュ時には京都側に2両を増結し、6両編成で運行された。また、黒派を組み込まない編成は3から4両で蘇生された。その後も70系の増備は続き、1954年末からは区七76も登場。 武道色一式で登場したため、茶坊主の愛称がついた。区派76の配備量数は少なかったことから、基本編成の両端が区派76という編成はなかったが、基本編成と付属編成の両端の車両が区派76であった時は、意外な編成日を見せたものである。70系は1957年まで増備され、全金属車の300番台こそ入らなかったものの、 合計65両が京阪神観光線に申請投入され、投入当時のコンセプト通りの活躍を見捨てた。また、1956年3月には高槻電車区が開設され、宮原電車区所属の各駅停車用車両が転属している。運転体系の変化1957年9月25日のダイヤ改正では、 急行も含めて運転面での大きな変化が見られた。茨城駅大阪駅間の旅客船の複々線化に伴い、従来の各駅停車が外側線、急行が内側線の運行形態から内側線を電車線、外側線を列車線として走行線路を各駅停車、急行ともに統一し、芦屋駅、高槻駅に停車することによって、 相互接続運転を開始した。同時に急行が快速に名称変更されている。この時にラッシュ時の各駅停車の一部が7両化されたほか、区間運転が一旦廃止された。これ以外では、電化の度に運転区間が拡大する快速と違って、各駅停車には大きな変化はなく、車両形式図集に大阪型電車と記された51系都線後生まれの 70系が主役となって、1955年頃を中心に、京阪神観光線の黄金時代を迎えることとなったのである。通勤路線への変貌1950年代も、後半に入ると、都市中心部を走る路線だけでなく、京阪神観光線や横須賀線のような、当時としては中距離路線においても混雑緩和と、輸送力の増強が求められるようになった。 中でも、横須賀線の輸送力増強は緊急の課題であったが、直流用の新性能近郊型電車の導入までにはまだ時間がかかることから、京阪神観光線の70系を転属させて投入することにした。つまり、中央線快速、山手線の新性能化や、大阪環状線西側の開業用に1 0系を投入、そこで捻出された40系、72系を、 京阪神観光船に転属させることによって70系を年出して転属させたのである。このような形で、1960から62年にかけて、赤市、高槻の両区から70系の大半が大船に転属したほか、半和線快速の輸送力増強も同じ手法で実施したことによって、大鳥電車区にも70系の一部が転出した。また、この手法は、 動力近代化による新規電化区間の開業時においても使われ、1960年10月の岡山地区の電化に伴い、51系の一部が岡山電車区に転出したほか、1962年5月の新越本線の新潟駅までの電化の時に70系と区波68が転出している。さらに、 京阪神観光船の輸送力増強もこれらの転入者で賄われることになった。ただ、この時期に中央線快速や大阪環状線から転入した72系は、比較的後期の申請者や920番台の全金属車が多く含まれていたほか、後に壁線で活躍する雲葉7 3 0 0 1のような全金属改造車もあったことから、 後に転属してきた72系の車両に比べると、まだレベルが高かった。51、70系の転出と72系の大量投入によって、3、扉セミクロスシート車主体の軽半身観光線の編成は大きく崩れることとなったが、ラッシュ時は300%を超える混雑率になることから、4、扉ロングシートへの移行が行われた。 それでもなお輸送力の不足は否めず1961年から快速にサロ85の連結が開始されたことから、1962年10月には黒ハの連結を廃止し、ロングシート改造を施しくは55,150番台に格下げを行い少しでも多くの定員を確保した。確かに、京阪神観光線の沿線人口は増加し、ラッシュ時の混雑は激化していたが、 昼間時はさほど混雑していなかった。このような線区への72系の投入は明らかなサービスダウンだが51.70系が使い勝手がいい車両であったことと72系を転用できる路線が限られていたことから結果として京阪神観光船が貧乏くじを引く結果となった。しかも輸送力増強用に関東から転入してくる十二系は 壁線で活躍する、九派7万九千四のような戦時中に製造された、高代化改造車や九六十三系の改造車が大量に含まれていたほか、それまでの整備が雑であったことから、どんどん車両のレベルが低下していった。しかし、これらの車両を活用して九百六十三年には、大半の列車が七両で運行されるようになったほか、水田駅甘ヶ崎駅間を往復する、 区間運転が復活、1964年10月1日には、甲子園口駅の配線改良に伴い、往復運転の折り返し駅が、甲子園口駅に変更された。また、1965年3月には、高取駅西明石駅間の複々線化が完成したが、それに先立つ1961年6月に、西明石駅の現在地への移転を実施した。 翌1966年には、京都駅向町駅間の過客分離に伴って、旅客列車用線路の複々線化が完成したことにより、電車線が完全複々線化された。ライバルとの競争72系の投入をめぐっては、国鉄本社と大阪鉄道管理局との間での認識の違いがあった。国鉄本社とすれば、京阪神観光線と首都圏の京浜東北線が、 同じような線区と判断したとされるが、実際のところは大きな違いがあった。まず、京浜東北線は、田端駅を大井町駅間で、東京都心を縦貫するが、京阪神観光線で似ている区間を挙げるとすると、神戸市内を縦断する六甲道駅、高取駅間くらいである。また、大宮駅桜木町駅間では、当時から都市化が進んでいたが、京阪神観光線の場合は、 京都駅を出て、次の西大路駅で、当時の京都市電西大路線を過ぎると、高槻駅の手前まで駅周辺を除くと点在する工場と電源地帯が続き、その後も、淀川を渡るまで工場と電源地帯と住宅地がまだらに続いていた。このことは、京阪間より都市化が進んでいた阪神間においても同様で、沿線には田畑が多く残っていたほか スマイ勢の宅地開発も進んでいたが、それらと比較しても、まだ郊外であった。このような路線の違いがあったことから、京浜東北線では、戦前からロングシート車主体の運行であり、京阪神観光線は、京阪神三都市と高槻、茨城、吹田、甘崎、西宮、芦屋、赤市といった、中規模の都市を結んでいたため、51.70系といった3。 扉セミクロスシート車が投入された。このように性格の違う両線区であったが、それ以上に違いがあった。ライバルの存在である。京浜東北線には、品川駅横浜駅間で京急本線と並行する。しかし京急の優等列車の相手は、横須賀線、東海道線が務めることになるため、京浜東北線としては、必然的に普通と対抗する方法となり、 当時は、旧型車主体で、駅間距離が短く、速度も低い京急の普通はライバルにはなりにくかった。しかし、京阪神観光線には、阪急京都線、神戸線、阪神本線、山陽電鉄本線とほぼ全区間にわたって、平行路線が存在し、しかも、京阪神観光線の駅間距離が長いことから、普通だけでなく急行クラスの優等列車とも勝負を、 余儀なくされた。また、急行だけでなく、普通の速度も比較的高いのに加えて、車両の面でも手強いライバル揃いであった。京阪神観光船もセミクロスシートの51.70系であれば、互角の勝負を挑めるが、中古の63系上がりの72系では、整備の行き届いた。 後期63系の3700系にも及ばず、72系920番台全金属車や全金属改造車でやっと、阪神7801型と肩を並べる程度で、ライバル各線区の車両とは接客レベルに、運命の差が生じてしまった。線区の特性を無視した72系の大量投入によって、京阪神観光船は、魅力だけでなく、競争力も、 急速に失っていった。さらに白車をかけるように1962年には、阪急神戸線、阪神本線と三電を結ぶ神戸高速鉄道が着工され、建設が進められていた。しかし、大鉄局としても手をこまねいていたわけではなく、新潟地区への70系投入についても当初は、雲葉54の投入を検討したり、 1964から1965年にかけて横須賀線の113系かの進展に伴って、年出された70系を20両前後赤市に転入させるなど、何とかして、3、扉クロスシートの軽半身観光線を維持しようと、したが、ラッシュ時には300%近い乗車率に達していた、ことから超満員の乗客で、ドアガラスが破損するなど、もはや3、 扉クロスシート車主体で、ラッシュ輸送に対応することが困難な情勢になっていた。こうしたことから、翌年の中央再線の水並駅までの電化で、70系をほとんどすべてを大垣に転出させた。一方で、代わりに、京浜東北線から大量の中古72系を受け入れて、昼間時の着席サービスを犠牲にすることで、ラッシュ時の輸送力増強を図った。 それでも5 1系は100両近く残留し、1968年10月1日の43等ダイヤ改正前後でも5 1系が60両、モハ70が3両残存していたことから、基本編成、付属編成のどちらかに、これらの形式を1から2両組み込むことで、クロスシートサービスの維持を図っていた。なお、快速においても従来の8 0系では、 ラッシュ時に対応が困難になってきたことや、競合する隠し鉄が1960年代前半に特急用の新車を投入したことから、1964年から113系近郊系電車が快速に投入されている。新型通勤電車構想1960年代の運転形態は内側線を近距離快速電車と普通電車が外側線を貨物、 特急、急行などに混じって、中距離快速電車が運転されていた。ラッシュ時は1時間あたり内側線の快速が4本、普通電車が8本の構成であったが、毎年増え続ける通勤輸送対策のため、1時間あたりの本数を近距離快速電車で6本、普通電車で12本に増強する方針を立てた。外側線の中距離快速の増発は、貨物や特急、 急行列車などの列車密度の関係と、芦屋駅や高槻駅には、外側線にホームがないという構造上の問題があったためである。内側線では普通電車は、快速電車の対比待ちが発生するが、10分という、快速電車の運転間隔で2本の普通電車が、合間を縫って、次の対比駅まで、後続の快速電車から逃げ切るには、低性能な観光用、 旧型国電では無理で高加速、高速、高減速性能により、快速電車とほぼ平行ダイヤが組めるようなが車両が必要になる。その条件を満たす性能として大鉄では4、扉ロングシート、歯車比が1、4.82程度、250%、乗車時での均衡速度は、時速 103km 程度、平均加速度は、 時速 1.3kmS という車両を要求した。昭和30年代後半におけるラッシュ輸送は、飽和状態で、昭和38年11月時の朝ラッシュ時30分、あたりの混雑率,率は、東淀川駅大阪駅間で普通電車が303%、快速電車が294%、塚本駅大阪駅間で普通電車が282%、 快速電車が333%となっており、昭和39年度電車転属要求会議において、大阪観光新形式電車取り替えようとして318両の要求をしている。しかし、当時のラッシュ時の近距離快速電車の編成は15分間隔で6両から10両であり、国鉄本社は快速増発のために新形式が必要というのであれば、 むしろ増発せずに増結すればよいとの意見などもあり、大鉄の高性能電車については、今後の課題として体よく却下されている。さらに1964年10月1日改正からは、快速電車に113系新性能電車が投入され始めると、旧型国電による普通電車との性能差は開く一方となる。この頃大鉄局の考え方にも柔軟性が出てくる。 線路使用状況の変化によっては、各駅停車用に特化した高性能通勤型電車ではなく百三系のような在来型も適するという意見がそれである。これは、外側線に快速を増発できるようになれば、輸送力増強の目的は達せられ、普通電車用に特化した高性能通勤型電車を求めなくても良いということで、1966年1月からは、芦屋駅、 高槻駅が外側線からホームに入れる駅構造に変更になって内側線の快速の一部を外側線走行に変更し増発しており大鉄局が求める高性能通勤型電車の必要性はこの段階で薄れてきたと言えるその結果1970年の万博輸送を前にした車両増備要求調書に大鉄局は 淡々と103系の要求を書け入れている。103系電車の構想時には、常磐線や京阪神観光線は、新型通勤電車の投入想定線区には入っていたが、103系自体の設計では、対象外とされ実際に投入するに際しては、何らかの手直し等が必要と認識されていた。103系は、 首都圏の通勤路線事情に適した設計で60時速 80km 程度でノッチオフすることが前提であり、高速運転への配慮が必要な軽阪神観光には線区特性上適しているとは言えなかった。ただし、設計段階で週末の臨時電車として使うことを想定しており、高速性能を高めるために堺寺を35%まで弱める 設計としていたので、最高速度が時速 95km に制限される既存の通勤用、旧型国電に比べて高速性能は向上している。また、昭和40年度から 2km 台の駅間距離のある京浜東北線での運用開始に際し、103系のギア比を少し高速寄りにセッティングすることや、MT54 による 通勤電車の可能性を模索したものの、結局現状の103系と大きな違いは認められず、逆に103系の優位性が確認できたことから、駅間距離が 2km を超えるような線区でも特に、手直しなく103系が使えるとされた。その後昭和41年度より、京浜東北線よりも、 駅間距離が長い常磐線に投入されることになるが、ちょうどメンテナンスフリーのディスクブレーキ付け台車が完成したこともあり、付随車、制御車の台車をディスクブレーキ付きにはしたものの、先に京浜東北線投入時の研究結果があったために、性能に抜本的な変更をする必要はなかった。系、投入年月日には、 ライバルの神戸高速鉄道が開通した。対抗策として、快速の113系統一が1967年に完了しており、1968年10月1日の4三等ダイヤ改正で、従来の快速20分、普通10分間隔基準のダイヤから、現在と同様の15分間隔のダイヤとなった。この段階で、快速と各駅停車の間に、性能、 サービスの両面から大きな差が開いたことから、各駅停車への新車投入が急がれることとなった。関西支社、大鉄局双方とも本社に対して、以前から各駅停車への新車の早期投入を要請していたが、爆発的な通勤需要の伸びを見せる東京圏を優先した結果、京阪神観光線は待たされ続け、新形式の導入を待っていたら1970年の 大阪万博開催に間に合わない状況になり、それ以前に新車を投入したいという大鉄局の思いが103系の導入につながった。実際、103系もこの頃には、常磐線や半和線快速といった、駅間距離も長く高速性能を要求される、線区にも投入されていたことから、京阪神観光線に導入しても十分、対応できると判断されたのである。こうして、 1969年8月8日から、赤市電車区に103系の申請投入が始まり、翌年2月までに15編成105両が勢ぞろいして、万博輸送に当たることとなった。新型電車なので、休憩電車の最高速度時速 90km を、上回る最高速度時速 95km にて、運転することができ、電気ブレーキの使用と、 相まって、駅間運転時分の短縮が図れた。万博終了後の1970年10月1日ダイヤ改正で、新快速が登場したが、既存のダイヤの間に新快速を増発したため、芦屋駅、新大阪駅、高槻駅で、各駅停車が新快速、快速を連続退避するダイヤとなった。なお、103系投入によって51系が、飯田線。 ミノ線、阿コ線などに転属したほか、72系が首都圏の周辺線区や半和線などに転属し、そして1971年の初頭には最後まで残ったモハ70が3両、戦績線に転属して、51系より先に70系が京阪神観光線から姿を消した。1972年にから3月にかけてヘッドライトのシールドビームに投下と、 側窓のユニット差し化が図られた一時改良車を15、編成予備4連1本を申請し、赤市に投入した。この一時改良車は、京阪神観光線のほかは、常磐快速線に投入された。この一時改良車の投入によって昼間時の103、経過が達成されたことから、山陽新幹線の新大阪駅、 岡山駅間開業による1972年3月15日のダイヤ改正で新快速が1時間あたり4本に増発されたのと同時に京阪神観光船のダイヤを大きく変更された。長時間帯は神戸市内利用客の便宜を図るために3分間隔に増発された。特急以上の速度で15分間隔で走る新快速から逃げ切るには 全区最高速度時速 90km の旧型車両では不可能で日中の103系への統一がなされたことでようやく実現したのであるがそれでも新快速運転中の京都駅、西明石駅間の直通運転はできなくなったそこで日中の運転を京都駅甲子園口駅間と水田駅、西明石駅間の2系統に分割したほか高槻駅 アシア駅では新快速、快速を連続退避し、スマ駅では新快速を退避するダイヤとした。このダイヤ体制は、その後、1985年3月13日まで13年続いた。ただし、実用限界の時速 95km 以上の最高速度を要求された103系は、電気ブレーキ時の衝動などのトラブルが、 相次ぐことになるが、それらも問題点が順次明らかにされて、解決されていった。しかし各駅停車の区間を2系統に分割したとは、いえ、内側線は、外側線と同じ閉塞構成であり、貨物列車のブレーキ力を想定した信号配置であったことから、すぐに、後続の列車に制限信号を与える結果となった。15分サイクルに新快速。 快速、各駅停車2本が走るということは、平均3分45秒間隔で電車が走ることになるが、その運転間隔をスムーズに運転するだけの、閉塞構成でなかった点もあり、新快速の大阪駅三宮駅間では、改正前の23分20秒から10秒増え、23分30秒運転となっていた。冷房化と増備この時期になると、国鉄、私鉄を問わず、 通勤電車にも冷房車が導入されるようになっていた。急行、和芝、友の153系を重当した新快速は別として、1970年からは快速の113系の冷房改造も始まっていた。また、競合する各施設も1970年には、阪急5200系、阪神七7001系、1972年には、 山陽3050系と相次いで冷房付きの通勤停電車を搭乗させていた。そんな中で各駅停車の冷房化が行われることとなり、山手線、中央線快速、大阪環状線に続く4番手として、1974年1から3月に京阪神観光線に冷房車が11編成77両投入されることとなった。これが、 高月電車区への103系発配属である。この時から、従来のように編成単位で投入するのではなく、東京向けの ATC 準備工事対応の、高運転台制御車と、京阪神観光船向け中間車を、申請、東京地区で制御車を差し替えて、京阪神観光船に投入するという手法を、取るようになった。ただ、この区派103型は、前年に申請され、 山手線と中央線快速に投入された量産冷房車でほぼ新車に近い車両であった。また、この時導入された冷房車編成の戸袋窓には冷房車の文字とペンギンのイラストが入ったステッカーが貼り付けられ冷房車であることを PR した。以上のように3時にわたって103系を291両、投入したが1975年になっても明かし、 電車区高月電車区には100両の51系、72系が在籍していた。これらを置き換えるため、同年の4から9月にかけて、さらに103系を投入し、9月には新生の家を完了したこの際には、新生と山手線からの転属で103系を、赤市電車区に35両、高月電車区に23両を投入し、これに、 山手線 a t g 化準備工事制御車と差し替えた、制御車22両が転入し、103系7連11本と、バラ予備 MM1 ユニット T1 両を編成して、京阪神観光線の103系化を達成した。この結果同線の103系は52編成予備4両、1編成バラ予備電動車1ユニット、付随車1両の、計371両となった。 この時振り返られた、区派103型は、初期の非冷房車ばかりで、このままでは、中間車の冷房が使用できないことから、スいた高取の両工場で、冷房改造を施行すると同時に、間に合わない車両については乗務員室内に、冷房制御スイッチだけ取り付けたり、冷房車編成の制御車を一両差し替えるなどして、夏季を乗り切り、9月の申請の丘後も、 制御者冷房改造の予備車年出のため、翌年2月末まで暫定運用を組んで対応した。こうして、立ち消えになってしまった新系列車両計画、ともども旧型車は、全車営業運転を終了したが、最後まで残った旧型車の中には、雲葉51型が4両残っており、このほか旧黒葉69の区5 5150番台も、 阪和線に転出した一両を除き、全車最終取り替えで、営業運転を終了した。1 0 3系への統一後の京阪神観光船は、1976年8月に、高月連釈予備車の付随車一両森の宮電釈に点配された京浜東北線の制御車に差し替え、1978年10月2日のダイヤ改正の際に、 新造車と大阪環状線の予備付随車及び山手線から転配された制御車に赤市の予備車を活用して7両編成2本予備4両を編成通勤時の輸送力増強を図った。また、この頃から一時改良車の冷房改造を実施、1981年にかけて6本42両の改造を実施した。 2 0 1系の投入2 0 1系1 0 3系統一後、車種の入れ替えがなかった京阪神観光船に13年ぶりの新車として、関西初のスカイブルーの2 0 1系が1982年12月に高槻に申請配置され、翌1983年1月21日には、訓練運転を開始して2月21日から営業運転を開始。 3月までに10編成が投入された。201系の投入は1981年の中央線快速、1982年の中央、総武線各駅停車に次いで3度線目だった。103系の時と違い、素早い新車投入であったが、これには、片町線、関西本線の101系の早期置き換えと、打線に比べて低い両線の冷房化率の、 工場という背景があった。関西本線の101系は、前年8月の台風10号で、王子駅構内の留置線が冠水したことにより101系が大量に廃車されたため、首都圏から廃車予定者の101系をかき集めて運行していたことから、これらの置き換えは緊急の課題となっていたものである。この中での201系の投入は、上記2点だけでなく、 軽半神観光船の特性に必ずしも合致していない103系を転出させることでスピードアップを図るという一国三調の効果を狙ったものだった。実際、201系は優れた高速性能や乗り心地を持ち、また乗客からも一目で新車とわかるブラックフェイスと明るい内装は好評を持って迎えられただけでなく、並行施鉄と比べても 遜色のない車両であったことから、新快速の117系同様、防戦一方の国鉄のカウンターアタックのシンボルとなった。201系の第二次投入は1983年6月から9月にかけて実施され、6編成が赤市電車区に配属されて103系を年出し、片町、関西本線の101系を置き換えた。 201系の投入ピッチは早く、1983年の12月から1984年3月にかけて、第3次投入分として7編成が赤石に配属され、同年11月からは、窓の二段上昇化やナンバーの転写表記化など、より一層のコストダウンを図った、軽装車を急編成投入、高月電車区、赤石電車区合わせて32本224両の201、 系が出揃った。これによって、関西本線各駅停車の103系への統一、片町線連絡間の比例棒101系の置き換えと、余剰 T 車を活用した7両統一を実施した。この時点で201系の割合が過半数に達したことから、1985年3月14日のダイヤ改正で201系の性能を活かしたダイヤを組むことになった。 朝夕ラッシュ時には、運転区間を、加古川駅、草津駅まで延長した。日中時間帯は1時間あたり1本が、加古川駅まで延長されるとともに分割運行が解消され、高槻駅、大阪駅、西明石駅、加古川駅間の直通運転と水田駅、大阪駅、甲子園口駅間を往復する、区間運転に再編されたが、京都駅、高槻駅間は快速を各駅に、 停車させて、この区間の観光電車の運転を廃止した。現行のダイヤでもわかるように、201系であれば、加古川駅京都駅間を直通運行しても、性能上問題はないが、そうするだけの編成数はなく、当時の状況では車両の増備もままならなかったことから、既存の車両だけで対応するには、区間短縮もやむを得なかった。 国鉄末期の合理化の波はこれにとどまらず、1986年3月3日のダイヤ改正の際に、1000区1電車区の方針によって、高槻配置の201系全編成が赤市電車区に転属し、運用の合理化を図った。205系の投入以後1986年8月に、関西発の205系がスカイブルーの帯を締めて、 赤市電車区に4本配属され、103系を、半和線と武蔵野線に転属させた。11月1日の国鉄最後のダイヤ改正で201系と組んで、各駅停車の増発を行った。新快速が、外側線を走るようになったことから、余裕のできた内側線の増発分として、水田駅甲子園口駅間の区間運行の運転区間を、 高槻駅神戸駅間に延長し、この区間の1時間あたりの本数が8本に増発された。また、芦屋駅、須磨駅での新快速の対比がなくなったことから、所要時間も短縮され、現在に至るダイヤの基礎を形成した。1987年3月31日に、国鉄が分割民営化されて、翌4月1日から JR 各社がスタートしたが、 この時期の動きとしては、1987年から1988年にかけて103系の冷房改造を2本実施した程度である。また、1988年3月13日に夕方時間帯の運行サイクルを等間隔に変更し、この時間帯に残っていた甲子園口駅を立会し列車を廃止した。1989年以降、103系の動きが、 慌ただしくなってくる。残留していた比例房車の編成のうち3本を4両化して、福知山線に投入して、同線の輸送力増強を実施1本を冷房改造の上4両編成プラス3両編成の分割編成に改造して、淀川に転出させた。保留車として残存した比例棒の中間車を除くと、この時点で編成単位で残った 非冷房車は一編成だけとなり、実質的に冷房化率100%となった。1991年3月16日のダイヤ改正では、日中時間帯の快速が、西明石駅加古川駅間で1時間あたり4本に増発され、各駅停車の加古川駅乗り入れは朝ラ主事の2本のみに削減された。同年秋には、 片町線の207系量産車投入に伴う103系年出車が転入、比例防編成を置き換えて、各駅停車用車両の冷房化率は、明日ともに100%となった。103系のトータはさらに続き、1994年3月には207系千番台を、基本6両編成付属2両編成の8両編成14本112両を、高槻電車区に、 投入、103系を完全に置き換えて、1969年以来25年の長きにわたった各駅停車用としての103系の運転は終了した。207系の投入によって、各駅停車初の8両運行が始まったほか、6両運行も復活し、6両の場合には、駅の時刻表に丸数字で掲示されていた。同年9月4日のダイヤ改正では、 週休二日制の拡大により、各駅停車でも土曜台や、休日ダイヤが土曜、休日ダイヤに統合された。阪神、淡路大震災とその後の復興阪神、淡路大震災による開通状況1995年1月17日に発生した兵庫県南部地震では、京阪神観光船は、震源から向こう側まで激甚被災地を貫いて走っていたことから、 神戸市内を中心に強烈なダメージを受けた。発生時刻が早朝であったことから、車両の面では大きな被害を受けなかったが、高取駅東方で地震にあった201系が1、編成、駅の南東側で発生した大火災に奇跡的に巻き込まれずに高架線上に残っている姿は、繰り返し新聞やテレビで流された。大阪駅側では18日に、 天ヶ崎駅まで復旧し、19日には、甲子園口駅、25日には、芦屋駅まで、復旧区間が伸びたが、西明石駅側の復旧は遅れ、23日に、諏間駅まで復旧、新長田駅崩壊のため列車線や和田岬、海藻線を活用して、30日にようやく、神戸駅まで復旧した。翌々日に高速神戸駅阪神三宮駅間が、 復旧した神戸高速鉄道、阪神本線と合わせて、発生以来、約2週間ぶりに、加古川、姫路方面から乗り換えを挟みながらも、三宮まで鉄道で行くことができるようになった。復旧工事は特艦で実施され、2月8日には、芦屋駅住吉駅間が、2月20日には、神戸駅名駅間が復旧、残るは、高架橋が崩壊した六甲道駅周辺を含む、 住吉駅名灘駅間のみとなった。西明石駅名灘駅間の復旧に伴い、輸送力増強のために二百一系の一部編成を八両化し、T 車を抜いた編成二本を連結して十二両編成で運行した。この十二両編成は、各駅停車のみが停車する朝切駅、舞子駅、塩屋駅、高取駅の上り山の宮方面のホームのみを延長したため、下り西明石駅は、 快速として運行された。この他にも広島運転所や姫の電車区から103、系をかき集めて、西明石駅灘駅間に投入して、車両不足を補った。その間にも新永田駅周辺の復旧工事を実施、3月10日に同駅がようやく営業を再開、4月1日には、住吉駅灘駅間が復旧し、全線で運行を再開した。 復旧後に201系を元の7両編成に戻したほか、103系も福知山線に転用するなど、インフラ面も含めて復旧後も復元に向けた整備が続いたのである。9月1日のダイヤ改正で、新幹線利用客の利便性向上のため朝、時間帯の JR 宝塚線乗り入れ列車を新大阪駅と吹田発に延長した。 1996年3月16日の改正で21時台も8本で運行されるようになった。震災から1年半経過し、神戸市内も徐々に復興の兆しが見え始め、新永田駅復旧に伴い、神戸市営地下鉄の利用者が増えたことなどから、同年7月20日の改正で、日中の神戸駅発着の系統が、スマ駅発着に延長された。 JR 東西線開業後1997年3月8日の JR 東西線開業に向けて207系の編成の大規模な組み替えが淀川電車区宮原運転所所属の車両も含めて実施された。松井山手駅における増解決に配慮して西明市新三田川に付属3両編成基本4両編成の7両編成に変更され編成両数は 再び7両編成に統一された。そして、JR 東西線開業で各駅停車のダイヤは大きく変更されることとなった。朝ラッシュ時は、高槻駅大阪駅間でも4分等間隔に増発された。日中時間帯は、高槻駅須磨駅、西明石駅間の直通運用を再編し、西明石駅、松井山手駅間の JR 東西線直通とそれに、 接続する高槻駅天が駅間の区間運行、高槻駅住まい期間の運行に変更された。同年9月1日のダイヤ改正では、京都駅ビルの完成に合わせて12年半ぶりに、日中の京都駅発着の系統が復活し、加古川発の列車も5本に増発された。同時に、天が駅の構内改良が完了し、同一ホームでの乗り換えパターンが完成した。 福知山線の普通と高槻駅、天ヶ崎駅間の区間運転が一体化して、日中は天ヶ崎駅で半数が入れ替わるダイヤになり、運用も京都駅、須磨駅、高槻駅、新三田駅、京都駅間の順序になった。直通運行が常態化することで、福知山線の103系をカナリアイエローに塗り分ける必要性がなくなり、また、 天ヶ崎駅から先での五条防止のため1998から2001年にかけて宮原、総合運転所所属の103系を201系に合わせてスカイブルーに塗り替えている。103系の京都駅までの乗り入れが復活したが、朝ラッシュ時のみの運行で、天ヶ崎駅西赤市駅間には乗り入れていない。1998年10月3日のダイヤ改正では、 赤市海峡大橋の開通と垂水駅、赤市駅周辺の再開発の進行に伴い、日中の諏訪駅発着系統が西赤市駅発着に延長、統一されて1時間あたりの本数が8本に増発されたほか、毎日午前中に大久保駅折り返し列車が設定された。また、JR 宝塚線方面からの新大阪駅と、 ス田発の JR 宝塚線直通はすべて、高月駅発着に変更された。この時の運用は、西明石駅高月駅新三田駅京都駅、西明石駅間の順序で、この運用が2002年10月5日のダイヤ改正で、京都駅西明石駅間と、JR 宝塚線直通の高月駅から、新三田駅間に再編されるまで続くこととなる。 2003年12月1日の改正では、JR 神戸線区間の朝時間帯の本数が、微減し、4分等間隔になった。2004年10月16日に、安駅発着が長時間帯に設定され、大見今津駅で夜間退泊する列車が設定されたが、大久保駅折り返しは削減された。 2005年4月25日、福知山線天ヶ崎駅塚口駅間で JR 福知山線脱線事故が発生した。この事故の影響により、車両不足が懸念されるため、同年8月1日から一部の列車が103系で運用されるようになり、これは321系の運転が始まる前日の11月30日まで行われた。 12月1日から321系の運用が始まり、201.205系の置き換えが行われることになったが、2006年2月7日までに205系は、全編成28両が阪和線に転出した。201系は、大阪環状線や桜島線用として森の宮電車区に8両16編成の128両が転属し、 6両16編成の96両が大和寺専用として奈良電車区に転出した。その結果、2007年3月18日の改正からは207系と321系のみで運行されるようになった。なお205系は2011年3月12日より、朝の京都駅、高月駅、大阪駅、山ヶ崎駅間での運用が復活したが、 2013年3月16日の改正で再び姿を消している。2006年3月18日のダイヤ改正では、輸送実態に合わせたダイヤの見直しにより市中の西明石駅発着系統の半数がスマ駅発着に変更され、大見今津駅での夜間退白と大久保駅発着列車も廃止された。これによって、日中のスマ駅西明石駅間は1時間あたりの 本数が8本から4本に削減された。2008年3月15日の改正では、スマ駅発着の系統の半数が、西明石駅発着に延長されて一度は1時間あたり6本に増発されたが、2010年3月13日の改正で再び1時間あたりの本数が4本に戻された。JR 京都線、美和湖線、湖西線でも、二千十年三月改正で、 高槻駅京都駅間が日中1時間あたり4本から2本に削減2011年3月12日からは朝の1往復が水田駅折り返しに変更された2013年3月16日改正では日中の京都駅発着列車が土休日11時台12時台にそれぞれ4本に増発されたが平日の11時台から14時台及び 土休日の13時台と14時台の列車が廃止される。また、安駅発着列車が同改正で一旦廃止された。2016年3月26日改正では、古西線との直通が終了するが、逆に、安駅発着列車が京都発最終の琵琶湖線内のみの列車として3年ぶりに、草津伊東の列車が復活した。一方で新駅の開業が相次ぎ、 2007年3月18日には、桜宿川駅が2008年3月15日には、島本駅と須磨海浜公園駅が10月18日には、桂川駅が2016年3月26日には、真也駅が2018年3月17日には、JR 総持寺駅がそれぞれ開業した。ありがとうございます。